裁判長これ何に見えます水差しでしょどう考えたって。はい、そちらの女性の方、水差しですよね。はい、次の方、そこの男性の方何に見えます水差しにしか見えませんけど。古畑タ君わかりませんね。あなた一体それ何が痛い,いんですかはい、すいません、裁判長。これ誰がどう見たって水差しなんです。しかし、 一人だけこれを花瓶と言った人間がいます。お清水先生、あなたです。ん <laughs> えー、私、なぜあなたがこれを花瓶と言ったのかがわかんなかったんです。でも、ずっと気になっていました。えー。これは誰がどう見ても水差しにしか見えません。なのに、これに。 これはあなたは過敏とおっしゃったんです。芳賀くんの調書には一言も過敏なんてもうじゃ出てきてないのにもかかわらずです。えー、芳賀くんの尋問のくだり、えー、犯人はどうして台所にいて、えー、包丁などの凶器があったのになぜわざわざ過敏で頭を殴ったのか、過敏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 、まだ続けますか 聞こえません。もう一度、法廷中に聞こえるように、大きな声でお願いします。それは自虐と捉えてよろしいんですね。えー、ありがとうございました。えー、本来ならば <laughs>、えー、承認の役目をするところで、このような言葉。ありがとうございます。えー、 はい、これなんですえー、あなたもう少し人の心というものを勉強された方がいい人はですね大切なものをもらうと包装紙までちゃんときれいに取っておくものなんですえー、テープの折り目を再現していくと テープの後までぴったりなんです。ここも、ここも、ここも、ここも。これには考える人が入っていたんです。それ以外に考えられません。えー